疲れた。ここの質問まだありそうだよね。たく、運命の相手って何なんだか。でも、ちょっと楽しみだよね。彼の運命の相手って、どんな人なんだろう。そっか。彼の答えに従ってるから、彼の運命の相手がわかるのか。私たちの中から選ばれるのでしょうか。え？まさか。私たちの中からか。それはちょっとなんか生々しいと言いますか。ぶっちゃけどうなの？何が？何って恋愛事情わかってるくせに。ん？どうなの？そういうのは別に。ははーんじゃなくて。もう聞いてんじゃんか。ああ、すまない、キエ。私が聞いていたら都合が悪かったか。いいえ、別にそんなことはありませんけど。この辺りで空気を読んで質問してもよろしいでしょうか。どなたとどなたが恋愛関係にあるのですか。もっと頑張って空気読んで。そういうのは特別にはない。そうだよね。怪しい。ちょっと、私がいないときにそういうお話ずるい。もう、後でじっくり聞かせてもらうからね。ねえ、風花ちゃん。ちょい、こそこそしてると思ったらそこの女子、恋バナしてたからだ。お悩み相談なら、あの広い小骨に飛び込んできなさい。ふわふわよ、ふわふわ。かゆくなりそう。都会の人はナイフをお持ちで。けいちゃんだけでも小骨に麺がいいです。毎度毎度の前置きにうんざりしている子羊さんたち、どうもどうもこんにちは。運命とはガラスの靴のようなものである。その心は、では第7問だ。生まれ変わるなら男女、それで本当にいい？行きましょうか。私が守る。
ついざなぎ。行くよ、止まれ。こんな奥の奥まで、こんにちは。フィナーレの準備は整っているぞ。手に汗を握って進んでいこう。汗たっぷりの第8問だぞ。食べなきゃいけないとしたら、それで本当にいい？君たちは野を越え山を越え、数々の宿敵や悪魔を振り払い、ようやくここまでたどり着いた。君たちの口から安堵のため息が漏れるぞ。質問はまだ続いても、君たちならきっと乗り越えられることだろう。それでは第9問だぞ。得意料理といえば当然。それで本当にいい？君たちは数々の難題を乗り越え、ついに最後の部屋へとたどり着いた。手に汗を握り、君
たちは最後の質問を待ち構えているだろうが、その前にやらなければならないことがあるぞ。そう、これまでの確認だ。というわけで、泣いても笑っても最後の問題だぞ。君たちは答えてもいいし、答えなくてもいい。遊園地へ行ったら絶対乗りたいものは？それで本当にいい？マジかよ。君たちはある一つの答えを自らの意思によって選択した。これで全ての質問は終了した。正解はなく、ただ君たちの後ろには選んできた道があるのみだ。それではいよいよ運命の相手を発表しちゃうお時間だぞ。いよいよか、楽しみだね。ひとごとだと思ってのんきだな。静かに、油断するな。あなたの運命の相手はズバリこの人なのだ。私？油断、嘘でしょ。だいたいおかしくない？出会ったばっかなのに運命とか。スカート汚れちゃったじゃん。てかここどこ？誰もいないみたいだけど。って、何これ？なんで私の手握ってんの？大丈夫だから、ちょっと離れてってば。え、やだ嘘、離れないとか嘘。どうやらたどり着いてしまったようだ。何？ここは運命の相手と巡り合った恋人たちが愛を語る道のようだ。この先には一体何が待ち受けているのだろう。手と手を取り合い、好奇心と恐れを胸に足を踏み出してもいいし、踏み出さなくてもいい。待ってよ、これどうしろって。足を踏み出してもいいし、踏み出さなくてもいいと言っているぞ。さあ足を踏み出した前、